皆さんこんにちは、ビーレジェン堂林です。今回は最強の種目シリーズということで、背中の最強種目というお題でお話をさせていただきたいと思います。いろんな体の部位がある中で、背中をね鍛えたいって思ってる方、特に男性の方でね、逆三角形の背中になりたい考えてる方は非常に多いと思いますので、背中をね効率よく鍛えるための一番いい種目についてお話をさせていただきたいと思います。で、結論から言ってしまうと、もうこれはですね、デッドリフトですね。それも床からちゃんとバーを持ち上げる床引きデッドリフトというやつをしっかりやっていただく、これが一番おすすめだと思います。そう言っときながらね、私は今デッドリフトをやってないんですけども、その理由についてもちょっとお話をしながら、じゃあなぜこのデッドリフトが背中のトレーニングにおいて一番いいのかっていうことについてお話をさせていただきます。このデッドリフトなんですけども、一番おすすめとは言ったものの、実は背中の筋肉、例えば逆三角形を作る広背筋とかね、大円筋とかね、その辺の筋肉のトレーニングとしては、実はねそれほど筋肥大効果が高いとは言えないトレーニングなんですね。それなのになぜ背中の最強種目として私が挙げているかというと、このデッドリフトなんですけども、広背筋ももちろん鍛えることができます。ただそれ以上にこのデッドリフトで鍛えられるお尻の筋肉とかハムストリングの筋肉というのが、背中のトレーニングにおいて非常に重要な役割を果たしているんですね。特にベントオーバーローといった高重量の、それもフリーウェイトのローイング系種目を行うときに、ハムストリングとお尻の筋肉でしっかり体を支えてあげないと、そもそもですね、ベントオーバーローとか、ワンハンドローもそうですねとか、ダンベルローとかですね、そういった種目で背中を使うことができないんですね。体を支えるための土台になるので、その土台がやっぱりグラグラしてたら、そもそもですね、その上に乗っかってる背中の筋肉を鍛えるどころの話じゃないんですね。なので高重量でベントオーバーローみたいなローイング系種目をやっていこうと思うと、必然的にハムストリングとかお尻の筋肉の強さ、あとは体を倒した姿勢で体幹を固定して姿勢を維持するっていう力が必要になってくるんですね。この力がない方でも一応ね、広背筋とか僧帽筋って鍛えることができます。それこそ懸垂とかラットプルダウンとか、マシンを使ったローイング、シーテッドローとか、そういったものをやればいいんですけども、それだけだと成長が頭打ちになりやすいんですね。やっぱり高重量でベントオーバーロー、懸垂もそうですね、こういったフリーウェイトの種目をやっていくことで広背筋の筋肉を効率よくつけていくことができます。で、デッドリフトでももちろんですね、広背筋に強い刺激が加わりますので、このデッドリフトで広背筋を鍛えつつ、お尻とかハムストリング、そして姿勢を維持するっていう、こう基礎的な力をつけていった後で、高重量のベントオーバーローをやったり、それに加えて懸垂なんかをやっていって筋肉をつけていくと、効率よくですね、背中の筋肉を増やしていくことができます。デッドリフト腰痛くなるし疲れるし難しいからもういいやという考えで、デッドリフトをねやらないでおくと、2ヶ月3ヶ月ぐらいのね、短期間だったらデッドリフトやってる人と違いはないかもしれないんですけど、2年3年ぐらいの年単位で見た時に、背中のね厚みとか基本的なね筋肉量の違いっていうのはもう目に見えて出てくると思いますので、デッドリフト今までやってこなかったっていう方は、ぜひぜひねデッドリフトにも取り組んでいただければなと思います。そして私がなぜデッドリフトを今やってないのかなんですけども、本当はやりたいんですけども、デッドリフトやると私体力がないので、もう疲れすぎちゃってデッドリフトしかできなくなっちゃうんですよ。で、それはやっぱりボディービル的にはさすがにマイナスだろうということで、もう苦渋の判断でですね、デッドリフトは今外して、その代わりに懸垂とかベントオーバーローとか、いろんな種目をねたくさんやることで背中を効率よく成長させようということで、今デッドリフトは種目から外しています。今はやってないだけで、デッドリフトをしっかりやり込んでいた時期もあります。今でも多分200キロぐらいはデッド上がるでしょう。なので1年中ねデッドリフトをやり続けろっていうわけではないんですけども、筋肉をつけたいと
いい体になりたいっていう方は、だいたいね、自分の体重の、まあ、1.5 倍から2倍ぐらいの重量を上げれるようになるまではデッドリフトをしっかりやり込んでいただいて、体重のね2倍の重量が、まあ、上がるぐらいになって、背中の筋肉ね、ここをピンポイントでつけていきたいっていう目標がねできた時に、デッドリフトはちょっと外した方がいいかなっていうふうに判断したら外すぐらいの位置づけでね考えておいていただいて、まずは背中の基礎作りという意味では、もうデッドリフトは何よりも大事なんだよということはお伝えをしておきたいなと思います。今回はですね、背中の最強種目について解説をさせていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。